ここ最近組み立ててきたレゴクリエイターって結構かっこいいものだったんですけど、今回は結構かわいい方です。皆さんこんにちは、純正レゴビルダーひらひら。はい、今回紹介するレゴはこちら。はい、こちらレゴクリエイター不思議の森の動物たちです。はい、今回の動画はこちらを組み立ててレビューします。はい、レゴクリエイター不思議の森の生き物たちは今年の3月に新しく発売されたレゴクリエイターです。はい、外箱はこのようになっていて、今までのレゴクリエイターって結構割とシンプルなカラーが特徴だったんですけど、今回のレゴクリエイターはパステルカラーのパーツがふんだんに使われています。正面のこちらはフクロウとハリネズミです。ちなみに商品紹介のページではフクロウ先生がハリネズミに本を読み聞かせてますと書いてます。そしてフクロウとハリネズミ以外にゴジカとウサギ、リスに組み替えれます。はい、箱の後ろはこんな感じです。今思えば今年のレゴクリエイターの生き物枠で野生の虎がめちゃくちゃすごかったんですけど、今回の不思議の森の動物たちは結構可愛らしいものになってます。ちなみに同時期で発売されたイルカとカメもあったんですけど、あれもパステルカラーが基調となってます。はい、それでは開けましょう。はい、箱の中にはパーツが入った袋が3つと、説明書が3冊と、シールドシートが1枚入ってました。レゴクリエイターでシールドシート入ってるの結構珍しいですよね。はい、それではレゴクリエイター不思議の森の動物たちのフクロウとハリネズミを組み立てます。はい、まずは組み立てが終わりました。では今からこちらのシールを貼ります。せーので、完成！フクロウとハリネズミです。おー、やっぱね、今回組み立てたレゴクリエイターはパステルカラーが基調となってますので、めちゃくちゃ綺麗です。ちなみにシールなんですけど、たった2枚だったので、すぐに貼り終えました。ここ最近組み立ててきたレゴクリエイターって結構かっこいいものだったんですけど、今回は結構可愛い方です。個人的に1つの作品で3つも作れるっていうのが、なんかすごいお得感があります。ではまずはこちらのハリネズミから見ましょう。全体は、このようになっていて、ハリネズミなんですけど、少ないパーツでめちゃくちゃよく再現されています。ここが手で、ここが足です。そしてハリネズミの特徴である針山部分がこのようにちゃんと再現されています。これは本当によくできてます。強いて言うのであれば、どうせだったらこの赤いパーツも、このワインレッドカラーにすればすごい良かったんですけど、いわゆるカラーリング的にワインレッドの中に赤いパーツがあるのかな。はい、続いてこちらの本を見ましょう。全体は、このようになっていて、本なんですけどめちゃめちゃクオリティ高いですね。ちなみにこちらはパーツ固定となってますので閉じることはできません。ちなみに本の内容なんですけど、文字が潰れてて全く何書いてるのかわかんないです。絵を見る感じ、城があってドラゴンがいるっていうことは、レゴクリエイター中世の城を彷彿とさせます。もしかしなんですけど、これレゴクリエイター中世のお城と繋がってるんじゃないかな。はい、続いてはこちらのフクロウです。全体をぐるっと見回すとこんな感じで、今回のフクロウなんですけどめちゃくちゃカラーリングいいですね。紫と薄紫ベースに一部に薄い黄色と白色が使われてますので、すごくよく作られています。では近くで見ましょう。まずこちらが頭部になっていて、頭部の目のプリントパーツなんですけど、僕の記憶が正しければこういったプリントパーツは見たことがありません。そして頭部の造形もすごいよく作られています。後ろはこのようになってます。はい、続いてはこちらの胴
体です。胴体もよく作られていますね。そして羽はこのようになっていて、造形もすごいよくできてます。そして左手には虫眼鏡を持っています。ちなみにこの虫眼鏡なんですけど、中にレンズパーツが入ってます。こんな感じで実際の虫眼鏡みたいに使うこともできます。何気にこの虫眼鏡めちゃくちゃすごいです。そして足はこのようになっていて、足の造形は結構シンプルになってます。背面と尻尾はこのようになってます。背面から見た造形がめちゃくちゃかっこいいです。ではこちらのフクロウの可動範囲について説明します。今回のフクロウなんですけど、思ってたよりめちゃめちゃ動きます。まず頭部がこのように回転して、ここの部分がこのように動きます。続いて羽はこのようにボールジョイントで動いて、羽のこの部分がヒンジパーツとなっていて、このように動いて、こんな感じで動きます。しかもこれすごいのが、この羽4つ全部こんな感じで動きます。続いて足がこのようにヒンジで動いて、足首もこのように回転します。尻尾はこんな感じで動きます。はい、可動範囲を活かしてこのようにポーズを取らせることもできます。こんな感じで可動範囲がすごいので、こんなポーズも決まります。ただこれ見た目とポーズが合わないですねこんな感じで羽を羽ばたかせているポーズも決まります。それとポーズと見た目全然合わないですけど、こんな感じで羽を手のようにすることもできます。先ほどの虫眼鏡なんですけど、ここにピンがあるので、このように取り付けることができます。はい、付属するハリネズミと本を並べることで、本を読み聞かせているフクロウを再現することができます。これ商品紹介のページにフクロウ先生がハリネズミに本を読ませているって書いてるんですけど、まさにそうですね。はい、それでは最後に大きさ比較いきます。まずミニフィグと並べるとこんな感じです。大きさ的にハリネズミの方がちょっと下ですね。フクロウと比較すると 2.5 体分はあります。こうやって比較すると、今回作ったフクロウがそこそこ大きいです。では続いてはレゴマリオと並べるとこんな感じです。これ違和感ないわ今回組み立てたフクロウとハリネズミ、マリオの世界にいてもなんかおかしくないかもハリネズミだとマリオの胴体ぐらいはありますね。でフクロウと比較するとレゴマリオ 1.5 体分ですね。そういえばマリオにこういったフクロウのキャラいた気がするな。知ってる方いたらコメントお願いします。はい、そして最後はこちら、じゃーん。同じ時期に発売されたレゴクリエイタースーパーロボットと並べるとこんな感じです。大きさはそうですね、スーパーロボットの方がでかいですね。ちなみにこれめちゃくちゃどうでもいいんですけど、スーパーロボットが1100円で、不思議の森の動物たちは2000円もします。同じレゴクリエイターなのに値段全然違いますね。はい、レゴクリエイター不思議の森の動物たちのフクロウとハリネズミはこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイター不思議の森の動物たちのフクロウとハリネズミを組み立ててレビューしていました。今回組み立てたフクロウとハリネズミも完成度が高くてとても良かったです。今回組み立てたフクロウなんですけど、パーツ密度がすごく高くて、さらに可動範囲もあるのでめちゃくちゃいいと思いました。それとフクロウに使われているパーツが割と珍しいものがあるので、パーツ目当てとして買うのもありだと思います。はい、今回の動画まだまだ続きます。次の動画では小鹿とウサギに組み替えます。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ